はい、えー、今日はですね、J リーグ鹿島アントラーズ対アビスパ福岡の試合が行われまして、えー、0対0の引き分けとなりました。はい、えーまあ、中断明け、えー、というところで、まああのー、この中断中にね、えー、鹿島は、まあ、大きな動きがあって。 えー、まあ、監督がね、まあ、中国お監督、まあ、暫定ではありますけど、えー、中国監督として、えー、今シーズンは戦っていくということになって、まあ、あの、フットボールダイレクターも、中田浩二さんが、ま、瞬にしたというところで、まあ、コーチにもね、えー、羽田コーチも、モテーマコーチと、あま、いろいろとね、えー、入れ替えがあった中で、えー、ま、少しね、中断期間で時間もあったんですが、 まあ、なかなかサッカーはね、えー、簡単にはいかないなというところで、えー、まあ、今日はね、あのー、まあ、はっきり言ってしまえば、まあ、見どころのない試合というか、あのー、まあ、非常にこう、おとなしい、えー、試合、えぇ、ー、まあ、悪く言えば、非常にこう、つまらない試合になってしまったなという印象です。はい。まあ、ただ、あのー、 まあ中国、コーチから監督に上がったっていうところでね、まあ当然、この1週間、2週間で、まあ劇的にね、何かを変えられるってことはないと思いますから、まあそこはね、ある程度仕方ないかなとは思うんですけど、まあそんな中でもね、少しこう選手の配置であったりとか、まあ起用される選手っていうのがね、えー、まあ変わったのかなっていうのはありますし、まあ、若い選手をね、えー、プレイ時間長く今日は使いましたから、 まあそういう意味では、まあ来季に向けてっていうところもね、えー、あるのかなとは思いますし、えー、やっぱしポポピッチ監督だと使われていた選手があ、今日はね、ベンチ外にもなっていましたから、えー、まあ、来季の陣容というのもね、この残りの試合の選手の使われ方で、えー、見えてくるんじゃないかなというところもあると思います。はい。 ええ、まあ、アビスパもね、まあ、失点が非常に少ないチーム、ということで、まあ、守備がね、硬いチーム相手に、なかなか鹿島は、まあ、崩すってことはできなかったですし、まあ、決定機っていうのもね、非常に少なかったです。何より今日は、まあ、枠内に飛んだショートが鹿島は2本しかないと、まあ、アビスパもね、1本しかなかったんで、まあ、互いに、まあ、チャンスというのを作れなかったのかなというふうに思いますし、まあ、唯一、ビッグチャンスと、 そしては、あー、知念選手のヘディング、セットプレーからの、知念選手のヘッド、あの一本ぐらいかなっていうのが正直なところですかね。はい。まあ、かしばビスパンも最後のところの精度もそうですし、やっぱしこう、相手が嫌がるところになかなか入っていけれなかった。あそこに至るまでにこう、パスミスが起きてしまったりとかね。まあ、連携がうまくいかないっていうシーンも非常に多かったですし、うーん、まあ、 わざわざ、ああね、カ島スタジオに足を運んだ、ああ、サポーター、ファンにとってはね、まあ、非常に、えー、まあ、なんと言いますか、あやるせない気持ち、今、試合終わった後の雰囲気がね、物語、物語っていましたよね。はい。なので、まあ、こっからアントラーズは、あなんとかね、えー、選手をうまく使いながら、特に若い選手、えー、今シーズン出場機会が少なかったね、えー、若手の選手なんかうまく使いながら、 まあ、それプラスで、ね、まあ、勝利っていうのをね、えー、掴み取っていければいいんじゃないかな、というふうに思いますし、えー、まあ、よく言えば AC、ACL、出場権っていうところを狙いたいなってりますし、まあ、ビッセルも町田も少しね、足踏みし始めましたから、まあ、鹿島が、なんとかね、残りのゲーム、まあ、一試合消化が少ないっていうのもありますから、まあ、勝利をつみ、あの、掴み取っていければね、えー、もう少し順位を上げていくこともできると思いますから、 まあそういうところもね、目標にしながら、あの、選手をしっかりね、うまく使いながら、中国監督にはやってほしいなというふうに思いますし、あの、まあ外国籍の選手に関してはね、まあ、なかなか使われなくなる傾向はあると思いますけど、まあそういったところは、まあ来季に向けたところで、まあ選手の入れ替わりなんかもね、あると思いますから、まあそこに関してはいた方ないんじゃないかなというふうには思って いますはい。えまあ、今日このどこで、えー、感想を終えたいと思います。